すいません。ですね、ちょっと今までの話とはちょっとあまり関係ないかもしれないんですけれども、結構最近自分もなんかいろいろなそのお姉系のキャラの人たちとかがテレビに出て、なんかちょっと若干世の中がなんか、同性愛者をなんか勘違いした目で見てるのかなみたいな感じなところはあるんですけれども、まあそれはその同性愛者とかそのセクシュアルマイノリティ全体の中の一部の人たちのサンプルだと思うんですね。なんで、まあ、そういう人たちが例えばテレビでもてはやされたりしてるのはそれはそれでいいと思うんですよ。で、私たちがこれからやらなきゃいけないこととかやりたいこととかっていうのは、なんて言うんでしょう、今日のちょっと話のいろいろな結構難しいことを聞きましたけど、それとはちょっと直接関係ないかもしれないんですけれども、人によってなんかやっぱりいろいろ生まれてきてその人生の中でやることってみんなそれぞれ重荷を持っててみんな違うと思うんですよ。たくさんの子供を大した収入もなく育ててそれで苦労して生きてる人もいて、私たちは自分があくまで思うことなんですけど、この国ってでも比較的なんかその臭いものに蓋をするとかっていうこともあるんだけど、鈍いっていうこともあるんだけど、そのあんまりその何かをやった時に相手側からもそんなに過激に攻撃しては来ない分、ひょっとしたらこういうことって他の国よりもやりやすいんじゃないかなってちらっと思うところがあって、今この時代でこの国で生まれて、例えばその他の豊かじゃない国の人たちってもうその日にその日その日の飯食うだけで多分精一杯だと思うんですよ。だけど豊かな国に生まれて私たちはその人たちができないことを多分やらなきゃいけないと思ってて、それって例えばこういうこと今こう性的マイノリティの差別をこうなくすとか、そういう生きることだけで精一杯の人たちじゃあちょっとそこまでは難しいよっていうことを多分やっていかなきゃいけないっていう気がして、でもちろんその石原都知事のこの間のその差別発言っていうのは確かに自分もはっきり言って嫌な思いしました。なんですけれども、まあそこももちろん抗議するっていうのはもちろん必要だと思いますし、そこも含めて何でしょう、世の中を変えていかなきゃいけないっていうか、なんていうのかな、ちょっと変な言い方をするとなんか夢を叶えなきゃいけないと思うんですよね、こういうことで。なんで石原都知事の同性愛者差別発言に抗議する有志の会っていうのはもちろんそのために集まってる。で今度のその歩く人たちもそのためにもちろん集まってるんだけれども、例えばそれ以外にもその夢を叶えるために歩きたいと、もっとそのなんだろう、いろいろな人たちが同じように認められて豊かな社会を作るために歩きたいとか、そこ以外の部分も全部包括して歩けたらいいなって自分は思うんですよ。だからなんだろう、もちろん赤星さんのブログでその差別発言に抗議する会っていうのを見たときにすごくダイレクトに伝わってきたし、もちろんそれに対しては賛成なんですよ。確かにしなきゃいけない。だけどそれってその夢を叶えるほんの一部分であって、もっと例えばそのセクシャルマイノリティの差別っていうか、その性的も含めて性的差別をなくしたいっていう部分とか、何でしょうね、
なんかもっと大きなものをこう含めていっていいのかなって思ってて、ちょっとごめんなさい、うまく言えないんですけど、その辺って赤星さんってどう思うのかなと思ってて、例えば今度のそのデモでも、例えばプラカードみたいなのを持ってこう例えば歩くじゃないですか。でその時になんかいろいろもっと希望を持てるようなことを抗議するんだよっていう、なんかこう強い部分だけじゃなくて、もっとなんかこういうなんかことを考えたいとか、なんかそういうなんか希望を持てるようなことをそのプラカードに書いて歩きたいなっていう気持ちがあるんですけど、その辺って赤星さんってどう思いますか？はい、昨年末の時点ではとにかくこれに抗議をしたっていうことを社会にある程度、認知させなきゃっていうことで見切り発車で発車したんですが、で、デモの準備を今進めている中で、これはその有志の会のミーティングでもたまに喋っているので、それを知ってる人も結構いると思うんですけども、やっぱりこれだけで終わらせたくない。でツイッターが今盛んに活用してるんですけれども、そのことによってすごくそのリツイートしてくれる人の、顔をいろいろ見てると、今回のこれに反応してくれる人っていうのはセクシャルマイノリティだけではない人たちもかなり多く、知ったら反応してくれて、明らかにひどいということを書いてくれて広げてくれたりとかっていう、やっぱりそういうすごい幅広く広がっていく、で新しい人とつながっていくきっかけになってるんですね。でこの有志の会も昨年末に全然考えずに始めたことを、ネットでこう広げていたら、初めてそれでツイッターでつながって出会っている人たちが今日この場を運営していたりとか、例えば司会をやっていたりっていう、それもこの有志の会をやらなければ出会わなかった人たちで、今までのいろいろやってきたところでは会わなかった人たちなんですよ。で今日ここで来ていらっしゃる方の中にもすごく今まで全く見たことのない方もたくさんいらっしゃいますし、だからそういうせっかくできているネットワークで今おっしゃったことのようなことをやっぱり今後やっていきたいと僕は思っています。でそれがどういう形になるのかというのは、とりあえずデモまではいろんな実務に追われますので、デモが終わって少し、自分たちが冷めてから冷静になってからゆっくり考えていきたいと思ってます。例えば次はどういう名前にしていくのかとか、どういう例えばチーム編成にしたりとか、で誰が残ってでどういうことができる能力の人が残っているのか、でそれで今まで例えば、1月14日のイベントですとかデモをやってみて、今までこういう活動がなかったんだよね、でもなんか始めてみたらできそうだし、今後これをやっていくとすごく、積極的に自分たちの存在をアピールできたりとか、例えばいろいろな社会問題に関心を持たれている、でそこのことを特化している人たちとつながっていけるかもなっていうのを、その会全体としてはすごく緩やかに、たまに全体で連絡を取り合って、たまに定期的に集まって近況報告し合ったりとかするぐらい でもうチームごとに特化して、なんかこれに行きたい人はそこにどうぞみたいな感じで、今までも大体そうなんですけど、そういうのを長期的に疲れずに続けていく方法を探していければと思ってまして、なので今だから有志の会 そのメールの連絡網とかに入っていない人も、例えば今日とかでもいいですし、デモが終わった後とかに自分たちがまたちょっとそういうことを出していくんですが、それで興味を持たれた方はどんどん入ってきていただいたりとかで、ここが合わないと思ったら自分たちでまた違うものを立ち上げて、そこがどんどん進めていけばいいと思いますし、その石原都知事のこの発言っていうのが僕にとってみたら、この日本のセクシャルマイノリティのいろいろなこう続いてきているいろいろな活動の歴史において、僕が知る限りではかなり、マックスレベルに達しているぐらいの発言を日本の社会でついにしたかというぐらいのレベルだと思っているんですけども、でこれはある意味、これを機会につながれる人たちとつながれるチャンスをくれたと思ってますので、そういうビジョンです。でデモもその、希望を沿道の人たちに例えば、
希望をシェアしたいメッセージを持たれたいというふうにおっしゃってたんですけども、ぜひご自身でそのようなプラカードをお作りになって、それを沿道にアピールなさればいいと思います。でそれもでもその希望を出したいっていう人もいれば、怒りを出したいっていう人もいるし、嘆きを出したいっていう人もいると思うんですね。でそれはこのデモの参加者として絶対これにしてくださいっていうふうにすると、それはまた違う何かの強制になってしまいますので、あくまでもやっぱり石原都知事の発言のリアクションをあなたはどのように表現したいですかっていう場にできればと思ってますので、そのようなアピールをなさりたいという今表現していただいたことはぜひご自身がなさってください。でもし何かもう少しそういう人たちとつながりたいとか思いましたら、当日そのプラカードをいろいろ皆さん持ってこられると思うんですけども、そういう方々との誰がどういうのを出すかなって見たりとかして、そこでフィーリング合いそうな人と例えば喋ってみて、なんかつながってみるとか、そういう場にもできるんじゃないかと思いますので、ぜひご参加ください。